こんばんは、メガトンです。いやヴィランズエクストラということで、今回はですね、正直ちょっと迷走してる感があるんですけど、キーコンフィグをもう一回いじってみようという話と、あとですね、罠が実は強いんじゃないかと最近思い始めたので、それのなんかこう仕様というか、どんな風に使えばいいのかというのを調べてみようっていう回です。のでまずはそのキーコンフィグなんですけど、まとめましょうね。何回かに分けてやってるんでね、エクストラでやったりナイトメアでやったりしてるんで、変更したところを全部、まとめて説明いたしますと、まあカメラ移動は WASD で、変えたのがね、司令部をね1に入れてたのを1微妙に押しずれんで、ちょっとタブに変えてみました。タブでかいボタンなんで慣れるかなーって感じなんだけど、慣れたら多分こっちの方が良さげなんでタブに変えたっていうのと、あとまあ前回お話しした、前回どこで話したかなちょっと覚えてないんだけど、 HP バー表示と、エネルギー生産量、これ通電範囲を表示するやつ、両方ともメニューって書いてあるけど、これオルトキーですねに変えました。オルトを押すと敵の HP、 味方の HP と、あとそのテスラ範囲が分かると。で、まあ、数字キーはまあ普通に1から全部使えるように戻して、で、あと、巡回パトロール P だったのを E にしてます。で、あとなんだっけ。F がアップデート。アップグレードが F キーの、解体が G にしてますね。で、もともとタブキーって、なんかあったんだよね。これか。ゲーム UI を表示非表示、この画面下に出ているあのメニューを消すっていうのがタブだったんですよね。あとあれ。ゲートの回転がタブだったんですけど、それをエンター、要は司令部のここがもともとエンターなんだけど、これと逆転させませたさせませたさせました。はい、エンターね、押しづらいんだけどね、どう考えても司令部のはよく使うからね。まあそんな感じのやつでやりつつ、であと罠なんですけど、まあ使えるようになるまでちょっと時間かかるんで、このタブとかに変えたやつの使い勝手を確かめたい。ナイトメアだと死にそうだな。これぐらいにしていいかな。少ないでちょっとやってみようか。まあ最初はある程度普通にやりましょうか。タブで戻すんだ。慣れっかなこれ。であとなんだ、何やったんだっけ。タブキーで、要はあれか、回転できる？タブだと戻っちゃうのか。エンターに変えたから、エンターで回転？あ、回転するね。エンターで回転して、ゲート持ってないときはこれが非表示になると。まあ、そんなに使わんからね、エンターはね。いいんじゃねえかと思います。消えたままじゃねえか。で、あとはエンターか。いや、自分でその方がいいって思ってはいるんだけど、ちょっとあるやん。で、パトロールがいいと。これは早いよね、楽だね。大丈夫かい、他で、キーをもう一個ないとちょっとあれだね。お、いい、押せるぞ。いいじゃない、タブキー押せるぞ。結構スムーズかもしれない。置ける。タブか。タブと攻撃が9。あははなれねえな、なれねえけど、まあ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 、大丈夫かな、いけそう。まあ大丈夫そうだね。で、あと結局その罠を使うためにこれを立てないといかんので、まあ初っ端はバンバンやるしかねえなっていう感じだね。お金がねえのか。すり抜けんだろうなこれな。まあどっちでもいいや。で、 F がアップグレード、 G が解体。はんはんはん。あ、崖じゃねえかこれ。絶対すり抜けるってここ
はい。で、これか、守すしかねえのか。じゃあ何をしてんの俺。ここ停止か、そこそこそこ。結構エンターを押す前にここを押しちゃうと停止しちゃうと。ああま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 あ。そのうち慣れるだろうよ。はい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 。ちょっとやんねえとなれねえだろうな。はい。ダメ？すり抜けなし、オッケー。罠罠。要は壁の前とかに罠を置いて、ゾンビの足が止まった時とかってダメージ入んのかなとか、そこら辺がちょっと気になってて、であとまあ強力なあいつサラリーマンとかが罠1個で倒せんのかなとか、そういうのをちょっと試してみたいなと思ってます。これは G。 おーいいねいいね、なかなか早いんじゃないか操作。ああなんだ、お金がねえのか、木が余ってる、なんかすげえもったいねえ。置いちゃうかもうこれ。500ゴールドねえです。はい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 、500ゴールド木が余ってます。まあまあまあ置くか、食料最初はね。ねえわ、置けるところがもう。しょうがないな、置くか。ほい。4かな ?1、2、3 が開くんで、1が弊社で、2がエンジニアリングセンターで、3がなんだっけ、市場っていうショートカット使いになると思うので、慣れよう、それに。4、はい。はい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 、置けない。意外と食料ねえな。置くしかないか、こっち。すり抜けが怖い。ここまで行くか。お金か。罠、罠やろうぜ。まだ？もうちょい。ここだ。ほい。さあ罠、罠来い、罠よ来い。ウェーブ防げるのかとか、そういうのもやってみたいね。だから1個伸ばしておいて、壁、そうね、壁と罠を置くっていうのをやってみよう。石とどこか、倉庫を置いて、ちょっとたくさん木を保存しておくことができるようにしておきたい。保存じゃねえな、保管だな。ウェイ。罠ね。はい、罠やります。もうタブーキーは慣れてきたかな？だんだん。罠罠罠。
もう。いいんじゃないか。罠罠罠罠。はい。いきなり罠。どうなるんだろうな。罠、そうそう、値段とかも俺知らないんだよね。木の壁が木材3のゴールド10でしょ。罠こうだっけ。まあ普段使わんからね。罠終わんねえな。食料欲しいな。さあ罠は？まだです。半分、もうちょっと。これを無視すれば結構いいマップだったね、これ。こっち行くか。ほい。OK。さあ来るぞ。これをいくら ?30 ゴールド。おお。ただね、これ範囲攻撃かつ電力もいらないし、なんつうの、バリスタとこれどっちがいいんだろうぐらいのレベルになってる可能性がある。威力の面と、あとなんだ、維持費がかからないとか、どんな感じになるかな。いや、ちょっとやり方がどうやればいいかな。ここに置いて呼び寄せてみようか。いける、これ、やばくない、大丈夫。あ、めっちゃ来た、めっちゃ来た、あははー、あ、まずい、まずいかもしれん。あ、いきなりですけど、まずいかもしれん。ははは。ちょっと待ってね。終わるかもしれん。あ、どうしよう、これ。あ、どうしよう。ははは。あ、やばい、ちょいちょいちょい。タブ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 。どうなる、これ。強さを見たいだけなんだけどな。足を止めてると、あ、ダメだね、ゾンビの足が止まった時点でダメージなくなるわ。あー、なるほど。あ、これまずいね、非常にまずいね。あー、すごいまずいね。あー、めっちゃ来たわ。あ、めっちゃ来たわ。あれ、いや、でもダメージ入ってんな。あ、あれかな、ないところだった、あれが、あのトゲトゲないとこだった、もしかして。あの原油のところはちょうどなかったかもしんない、あれが。どのくらいのダメージなのかっていうね。5555。あ、結構の速度で、あ、いけるんじゃないこれ。で、多分ここになかったんだよね、ちょうどね。だからここに入っちゃっててダメージが多分通ってなかったんだ。あ、でも敵が近いせいで置けないだけか、これ。ここ置けてるもんね。ここ置けねえの、これ。ダメだ、置けねえか。
あと、ね、直せるってのがいいよね。いつか消えてなくなる儚い罠なんだけど、いつか修理すれば再利用ができるので、これぐらいあるとそもそも攻撃をしなくても倒せる可能性があるな。どう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 、あ、動いてなくても大丈夫じゃん。ダメージ入るわ。あ、俺の懸念はただの懸念だったね。乗ってればダメージ入る。止まった。歩いてくるゾンビなんてさ、壁にたどり着く前に倒れるじゃん。だからこういうところにやっぱちょっとやっておくとすごい強いんじゃない、まあ、コスト分あるかどうかって感じだけど、あのバリスタと違って何か貯めておく必要がないから、でさらにあのちょっとずつのダメージだからさ、ソルジャーとかとすごい相性いいんじゃない。これ減ってきたところに一発ボーンと撃つだけで倒せるみたいなさ。あー、これは実は使えるんじゃないか。あー、これでいいんじゃないか。もう、あー、そんな気がしてきた。まあ、ちょっとこれは今お遊びというか確認プレイなんでちょっとあれですけど、まあ、これもこうやっておけば最悪ユニットを送らなくても守れるってことだよね。疑似的にユニットが増えるってことだ。ああ。実はすごいんじゃないか。で問題はウェーブとかだよね。そうか、だからあらかじめ倒すために一歩前出ないといけないのか。ああ、そこそこそこ。やってみっか。いや、ソルジャー一人大丈夫かこれ。すげえダメな気がする。あ、ダメな気がする。うん。あ、でもやっぱダメージ通るね。撃ってくんね。はいはい、いよいよ。いいねいいね。あ、素晴らしい。2,3 回トゲの目を通ったゾンビはソルジャー、ベテランソルジャーの一撃で倒せる。良さそうだぞ。はい。おっと、北からってここしかねえじゃねえか。おっと、破られるの前提でこんな感じしとく？これでいけそうな気がする。まあ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 、ここでしょう。気をいっぱい使うぞ。ハロード車が当たんね。まあ直せちゃうからね。とりあえずウェーブをしのげればまた置き直せるというか、ちょっと遠目の敵を倒さないと設置ができないんで、やっぱりここはスナイパーがいいのかな。でもスナイパーだと過剰火力になっちゃうよね、おそらく。相性がいいのはやっぱレンジャーかソルジャーっぽいんだけど、どうなんだろうね。
2ね、違う違う、1、弊社は1、さあどうかな、嫌な予感するねこれ。なんか回り込んできてない？大丈夫これ。星か。おお、すげえ減ってく。あれ、これバリスタよりいいかもしんない？バリスタより良い可能性が出てきた。そんなことあるか。あれだけ散々いらねえいらねえって言われていた罠が実は強いかもしれない。ああ、まあ、こことか同じ。そうだからレンジャーの攻撃力が低いからさ、それを手助けする目的でもいいんだろうね。これほんと今2個置いたから多分歩くやつなんかは多分倒せちゃうけど、走るやつなんかは壁殴り始めちゃうんだけど、多分レンジャーがこう向かった頃には体力が半分ぐらいになってて、で矢の 2,3 発で倒せるとか、そんな感じになんかなりそうじゃない。どうしようか、この辺。オッケー。何にもねえ、食料も電気も。お金はある。まあいいか、お試しなんで、あくまでお試しなんで、もうちょっとしたら終了しますけど。さあどんな感じなのかね、どのくらいの量に耐えられるか。あ、これやばいやつか。あー、なるほど、やっぱ視聴者やべえんだな。ああ、ここねえんだよな、だから罠が。硬い。倒した。ああ、でもこんだけの戦力でもなんかいけそうだね。やべ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 。ここがねえのがやっぱ痛えわ。はい。まあ、タブショートカットも慣れてきたんでいいんじゃないでしょうか。ほい、置けないよねここね。置けるじゃない、やっぱ置けるんだ。敵が近かっただけか。そうそう、罠のいいところって制作途中でもちゃんとダメージが入ることだよね。バリスだと完成するまでダメージ取れないけど、罠ならば置いた瞬間からもうダメージが取れるといいじゃないか。はい、というところなんですけど、今回の罠の良さ、もうちょっと廃墟叩いてみるか。直して、そうそう、罠のいいところって制限がないところね。
壁だと2列までなんだけど、罠だと制限がないというのが、これな、4000、他が500とかだよね。圧倒的に硬いね。酒場も硬い。住居400400400、これは住居400、視聴者4000、酒場1500。あららららら、ああまあ全然余裕だね。まあ第2ステージだからっつうのもあるんだろうけど、ああなかなかいい感じじゃないか。逃げるときとかも役立ちそうだね、これ。壁だとね、壁避けないといけないけど、あの戦線崩壊したときにやべえっつってこうバーッと引いて、でその上を通ってくれば雑魚ゾンビは大体いなくなるから、まあハーピーとかに殴られるんだけどね。はい、という感じで、あこれとかね多分倒せるんじゃない。お便利じゃない、1個でいけんね。今回はそのショートカットと罠のお話でした。罠次回から使っていきましょうね。ということで今回はここまでにしたいと思います。それではまた。